あれ、エンホースのマークですよ。あれ入れてくれてる。あのデザインはまだ私のデザインです。あ、そうなの？あのエスティマは。はいはいはい。ということでね、で行ってきますわね。これ、いてて。いやー、これ100キロさ、だいたい5時間、アベレージで20キロぐらい、予定してて、だいたい5時間で走りたいと思ってるんですね、今。はい、今10キロです。あと90キロ。90キロって、このコース、それぐらいのコース、あの、さ、下って登って、下って登って連続なんだよ、これね。あんまりこの、平坦がない。あまり。っていうか、ほとんど。下りはいいけどさ、登んなきゃいけないっていう。まあ、うまく、こう、ギア使って、こう、走っていけば、ね、ちょっとこれちょっと水分補給もしたし、ちょっとこれ攻略しながら走っていこう。あ、うわっ、ケイティの登場です。こんにちは、こんにちは。行っちゃっていいですか。こんにちは。今ロカシアです。いや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 、そう、今残念ながらカメラ俺映しちゃってんだよな。今画面でもキーティーが隣に走ってますね。よろしくお願いします。誰についちゃってわけじゃないの。いや、暑くて、うん、ウィンドブレーカーをも、うんうん、ピットに置きに行った際に、うん、置いてかれました。100キロの集団にはいるの。いや、僕200キロ。あ、200キロ集団なんだ。もう先が長いよ、まだまだ。こっからずっとだらだら登るのね。これ疲れる。これ初めてだ、このコース。うん、うん、そうなんだ。飛ばしてる。すごい、次元が違うよ、次元が。そうそうそうだよね。そうそうそう。うん。後ろから来るのね。200キロかね。嘘。もっと手前？もっとステム短くていい。まあ、確かに今体カチカチだから。すごく遠く感じますよね。あ、そっか。先端。ああ。こんな感じ。なるほど。そう、でも今きついもんだって。100、まあでも制限時間6時間だよ。まあ5時間で走りたいとは思ってます。いやいや、5時間。5時間で走りたいと思ってますけどね。いやいや、モテギ100キロって4時間かかってんだから。そう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 。3キロ、3時間だから無理無理無理。100キロ走るかどうかってことだ。200キロでついてったらいいじゃないですか。もう終わるから。終わる終わる。ここで足使っちゃったら終わるもん、もう。そうだよ。ダメだよ。まとまされちゃダメだよ。で、ちょっと前までは、始めた頃は、よーしってこれついてったけど、
やっちゃいけない、ああいうことは。まして周りの迷惑にもかかられるし。来たか、行け、行け。はい、行った、はい。さあ、先ほどケイティが一緒に走ってくれました。ありがとうございました。ケイティの声だけは入ってるかな。どうにか、どうだろう。ちょっともし入ってなかったらなんで、ちょっと説明しますと、ケイティは今回、ケイティってウィルティスの西尾啓太選手ね、今回ゲストライダーとして、ナス・ブラーゼン、宇都宮ブリッツェン、埼玉ディレイブと3チームの選手たちが、来ております、その中で、ナス・ブラーゼンの西尾啓太選手ケイティは、話聞いたらですね、200キロの方々のチームを、引っ張ってるということでしたね。すごいですね。で、ちょっと衝撃的だったのはね、会話してて、100キロの方々は、私が参加している100キロのクラスに関しては、距離が短いから、最初から飛ばしてると。そういう次元の違うことをおっしゃってましたね。なんか俺、って聞き間違ったかなと思ったんですけど、100キロは距離が短いから飛ばしまくってるということでした。それはもう、だから私こうやって一人で走ってるってことになるわけですね。なるほど。そうそうそう。ということで、もう長丁場ですよ。ね。まあでも楽しく、一周走ってたかな、ケイティと。まあそんなこんな、ぺちゃぺちゃぺちゃ喋ってますけども、確実にラップされております、私。はい。さあ、もう、周回数もわかんなくなってまいりました。で、まあ、14キロを走り、終えております。はい。はい。残り、時計がありました。残り、時間、5時間18分と、語りました。早くも、45分を過ぎようとしてますね。早い、やばい、このペースで間に合うのか、これ。制限時間内、6時間の中で。